小玉。小玉。1957年4月15日から1976年6月28日は、日本の競争場、シュボ場である。1959年に、中央競馬でデビューし、翌1960年春までに、阪神3歳、ステークス、サツキ東京優秀、日本ダービーを含む7連勝を遂げ、一時は、 競馬ファン以外の人々にもその名を知られ、その人気ぶりは競馬ブームの端緒となったとも言われる。同年秋の菊花賞で敗れて、史上2当目のクラシック参加も逃し、以後8大競争の優勝はないが、1962年に宝塚記念を制している。1960年度、京州社賞年度代表馬及び最優秀四歳母馬。競走馬引退後の1963年より、 タネボバとなり、大賀賞優勝馬ヒデコとぶきなどを出した。1990年9月12日に、JRA 県賞馬に選定。判定、イフ二千に1961年のサツキ賞、優勝馬新ツバメがいる。1957年4月15日に、北海道浦河町の蒲田牧場で生まれる。父、ブフフラーは競争馬時代イギリスで走り一戦で勝。 1955年に、ヒンドスタンと共に、日本へ輸入されたが、ヒンドスタンの付け馬、おまけという評判で、さほど注目はされていなかった。本馬は、その初年度産区である。母白沖は1949年の日本ダービーで、ボバ相手に2着に入った実績を持つ。1958年秋、京都競馬場へ送られたケダ文を9社に入級。その後、 鉄道マニアでもある馬種の伊藤義五郎により、小玉と命名された。名前は、1958年に、東京大阪間に開通した、国鉄初の電車特急列車の、小玉に由来する。なお、同馬種のシーザーと一緒に、京都へ送られ、武田と伊藤勝義が見分した結果、武田が小玉を、伊藤がシーザーを選んだという話も伝えられているが、調教助手を務めた。 吉沢彦寺によれば、武田と伊藤は牧場で両馬を見ており、競馬場へ来た時には、すでに決まってきたはずだという。吉沢は、当時の印象について、後袋に幅があり、死し,しつきの立派下げは、波の馬とは違っていたが、来た時には五尺二寸五分、一メートル六十前後、三寸とは、なかった、小さな馬で、後にあるほど出世するとは思わなかったと述べている。 1959年9月20日、京都開催の新馬戦でデビュー。栗田勝を安城に、先行作から直線で無知を使われることなく2馬身反射で勝利した。この内容を見た武田は、伊藤義五郎の息子、秀夫と競技し、翌年春の日本ダービーを見据えたローテーションを企画した。2戦目の宝塚三歳ステークスも追われることなく、 同じブッフラー3区のヘリオス以下に5馬審査で勝利。シーズン最後の出走となった関西の3歳王者戦、阪神3歳ステークスでは圧倒的な一番人気に押されると先行2番手から直線で束を突き放し、2馬審査で優勝した。当年3戦3勝の成績を挙げたが、最優秀3歳ボバには、 関東の朝日坂月3歳ステークスを含む4戦4勝の成績を挙げた松風王が選出された。休養の後、春のクラシック戦線に備えて登場し、3月19日にオープン競争で復帰。栗田が正月の競馬で落馬骨折していたことから、暗状には小玉を預けていた中村博の兄で、武田と親しかった中村和夫の弟子である渡辺正人を迎えた。 この競争も2馬審査で逃げ切ると、続く、スプリングステークスで連勝を6まで伸ばしていた、松風大王と対戦。初めて2番人気に落ちたが、最下位に沈んだ松風王を尻目に4馬審査で逃げ切り、名実ともにクラシックに向けての本命馬となった。4月17日に迎えた三冠初戦、サツ賞では、ウゴの重馬の中向き正面で先頭に立つと、 そのまま松風王に6馬審査をつけて優勝を果たした。なお、起乗した渡辺は、前々年の大成ホープ、前年のウィルディールに続く、史上初のサツキ賞、同一クラシック競争3連覇を達成した。5月29日の日本ダービーに向けて、小玉の人気は一層の高まりを見せ、1951年に10戦無敗の、まま死んだ、時のミノルの再来とも歌われ、 日頃競馬を見ない人々にまでその名が伝えられた。しかし、人気の高まりとは裏腹に、小玉は5月10日の調教中に定鉄が外れ、左前足の不安のために予定していた、前哨戦を使えず、3日間調教を休むなど、順調さを書いていた。ダービー直前の最終調教では、左前足の定鉄が再び外れ、伊藤義五郎は、ありと、あらゆる神社に願をかけ、 大阪から東京競馬場に応援に赴く秀夫に対しては、弦を担いで、第1小玉の1号車の一番前に乗るようにと命じたという。日本ダービー当日は、約7万人の観客が集まり、4億円以上を売り上げ、いずれも新記録を大幅に更新した。こうした中、小玉は、怪我から復帰した栗田を背に、単勝オッズ1.9倍の一番人気に支持された。 レースでは、道中3番手を進むと、最後の直線で先頭に立った山人もああを楽に、河岸、市場新さん、四差をつけて優勝。無敗でのクラシック2冠は、時の実る以来9年ぶり2投目。また、当時、東西所属馬の勢力が、東高制定とされていた中、関西馬のダービー優勝は、ボストニア以来7年ぶりの出来事であった。しかし快挙を遂げた小玉に対し、 武田は競争後の手記で次のような言葉を残した。日本ダービーの後は休養に入り、秋はセントライト以来2投目のクラシック三冠がかかる菊花賞を目標としたが、脚部の不安のため状況が順調に進まず、オープン競争に出走するも、フランケルの2着と敗れ、デビュー以来の連勝を7で止めた。続く、阪神対象天も山人もああ、 シーザーに遅れての三着と敗れたが、三冠に向けて小玉を本命視するマスコミの報道は収まらず、武田は彼らに向けて小玉はそれほど強い馬ではない。春は仕上がりが順調で好成績を収めてきたが、秋には相手の心境が著しい。春、シーズンとは事情が異なっていると語った。11月13日の喫下は、 旧務員組合がストライキを決行、上京市会長の武田も事態の収集にあたり、解決したのは競争の2時間前という異様な状況下で行われた。小玉は1番人気に支持されたが、北の王座の5着と敗れ、三冠はならなかった。年末には、グランプリ競争、有馬記念に、ファン投票1位で出走したが、当日は5番人気と評価を落とし、結果も、 ヒーンは、スター・ロッチの6着に終わった。4戦全敗となった秋の成績を、武田は、特急、小玉どころか、各駅停車にも劣ると評したが、クラシック2冠が評価され、小玉は、当年の年度代表馬と最優秀4歳母馬に選出された。5歳となった1961年は、3月の復帰戦大阪杯、天皇賞。 春への前哨戦スワンステークスを連勝し、評価を再び高めた。しかし、天皇賞を前に、右前足に、屈腱炎を発症し、休養を余儀なくされる。温泉療養の後、秋の天皇賞に備えて9月15日に、東京競馬場に入ったが、調教中に、屈腱炎が再発し、再度休養に入った。翌1962年4月。 オープン競争で復帰し目次郎の二着。天皇賞、春を回避して、オープン競争に連勝した後、当時創設三年目の宝塚記念を制した。しかし競争後に肩などを痛め、これを最後に競争生活から退いた。小玉は種ボ馬として、浦川町の小田牧場に繋ぎをされた。伊藤義五郎が自身の持つ優れた牝馬と交配させ、 初年度3区から10勝3勝の佐藤光る、二年目からは、同五勝を含む十七勝を挙げ、1969年度の最優秀五歳以上頻馬に選出された、ファインローズ、そして三年目の3区からは、クラシック競争の大歌賞を制した秀子と武器が、生まれた。その後は目立った、活躍馬が生まれず、1974年に、鹿児島県の吉永清人牧場に移った後、 1976年6月に、腰島比のため死亡した。公式に死亡が判明したのは、その翌年であった。日本ダービーを前に計測された身体データは、体高155センチメートル、体重は448キログラムで、これは当時としても小柄な体格であった。馬体重は5歳以降は460キログラム、前後まで増えたとも言う。武田はその体型について、あと、 ムクロが素晴らしかった。銅が詰まっていて、バランスが良く、まるで手で作ったような理想的な体でしたと述べている。伊藤義五郎は後ムクロの発達ぶりを、女のような大きなオイド、尻と例えている。性格面については、調教助手の吉沢彦次が、とにかくどっしりして貫禄がありましたね。少々のことではおじけない。他の馬が暴れたり突っかかったりしても、 悠然と周囲を平芸する余裕があった。そんな風だから人間にも良かっただけでなく、旧車で飼っている子犬なんかも相手にして退屈をしのいでいたようです。そのくせ、勝負になると何者にも負けまいとする根性と気迫は見上げた、ものでしたと評している。子玉の能力を端的に表したものとしてよく知られた、ものに、カミソリというものがある。 1964年から1965年にかけて五感を制した新山について、武田文吾が、小玉は髪剃り、新山はナタの切れ味。ただし新山のナタは、ヒゲもそれるナタであると語った言葉が有名だが、競馬評論家の大川慶次郎によれば、小玉が初登場した際に、渡辺正人が前年のサツキ商馬、ウィルディールと比較して、小玉は髪剃りの切れ味で、 前の年のウィルディールは、ナタの切れ味だと表現していたとも言う。実質的な能力に対しては、菊花賞を前に、それほど強い馬ではないと述べた、武田の表をはじめ、小玉に見せられて、競馬を始めたという山野光一は、小玉は、天下無敵の大ヒーローではない。創熟で、才覚の豊かな馬だったと言うべきだろう。大阪読売新聞記者の西上が力清は、さつき ダービーに優勝した馬を弱いとは言えないけれど、新山や時のミノルを別格にしても、白力や白陵、武田厩舎で言えばゼネラル、同じ場所の勝富士などよりも強いと断定しきれようか。範囲を戦後の馬だけに留めても、強いベスト点にランクできるかどうか、私には疑問に思えるのだと評するなど、歴代で上位であったかについては疑問視する見方がある。 一方でその人気ぶりや影響力については、競馬ブームは、小玉の人気から始まったと言ってよだろう。山野光一、ようやく大衆化の波に乗ろうとした競馬のブームに火をつけたとも言えるスター、島直と春は、祭典のスター。東西のファンを熱狂させた。テレビ、ラジオ、新聞、あらゆるマスメディアを通じて、その名は同時にも馴染まれた、さやが力吉。現在の競馬ブームは、 小玉ではじまったと言って良いほど、その名声は一世を風靡した村上健造と高く評価されている。日本中央競馬会が2000年に行った名馬選定企画20世紀の名馬大投票ではファン投票によって第82位に選出された。ブッフラーは教養わずか3年で病気により死亡したが、小玉の他にも ヘリオスなど古頭の重傷勝利馬を排出した。母、白沖からは、白沖系と呼ばれる、有数のオーメス系が築かれている。弟の新ツバメ以外で、子玉に比較的近い馬では、おいに、阪神三歳ステークスなど重傷三章の秀ではて、その兄で、札幌記念の勝利馬、秀でと、名にサファイアステークスの勝利馬丸仏論理がいる。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。